まだ残党がいるんでしょ？その通りです。人数は？多くはありません。一周できる戦力差です。じゃ、さっさと静かに片付けよっか。そうしましょう。なあお前ら、海で何して遊んできたんだ？まあいろいろとね。モラン、私たちは遊びに行ったのではありません。遊びに行ったようなもんだろう。何してたんだよ。ああ気になるな。後で写真を見せてあげるから、その時に話も聞かせてあげるし、これ以上ただこねんじゃないよ。お、マジで？たくさん撮れたか？ええ、たくさん撮れました。メイデンです。はい、特に注意事項はありますか？わかりました。ではマスクは外しません。はい。ああはい、悪くありませんでした。今度写真をお見せします。はい、ではすぐに任務に入りますので。はあ、退屈ね。写真でも見よう。バイパー、何見てるの？あの時撮った写真見て、これ。ジャッカルの顔。これ私じゃない。こんな顔しないよ。砂を食べてしょっぱいって言ってた時の顔だよ。あ、そうだ、すっごくしょっぱかった。思い出した。この写真、バイパーが拾った巻貝だ。中からカニが飛び出してきて、バイパーが驚いて転んじゃったよね。そうだったね。すごく楽しかった。楽しかったね。ほら、行くよ。今日はこの人から取引のルートを聞き出すの。私が合図するまで飛びかかっちゃダメ。わかった？うん、わかった。トラブルはベリーセキュリー片付きましたよ。最新号のアモールテトラはグラビアが評判で、マガジンが言葉通り飛ぶように売れてますね。マイクイーンたちの正体に関する噂は消えました。地上で希少なアニマルを研究しているガールたちということになっています。 No problem、 すぐに忘れられることでしょう。これからさらに刺激的な話題で上書きしていくつもりです。そうなればマイクイーンたちには何のプロブレムも残りませんね。これくらいどうってことありません。イージーゲームですよ。ちょっとしたワークというだけですね。とにかくグッジョブでした。ベリーベリーベリーご苦労様です。おう、それは良かったですね。ベストなメモリーは何でしたか？